ポート。皆さん改めましてこんにちは、ナビゲーターのみおです。さてフォーカスザリポート、今回もおすすめ動画をピックアップしてご紹介していきたいと思います。今回ピックアップする動画は2つ。まず1つ目はびわ系 TV から、先ほどオープニングでもおすすめしておりましたワールドカップの、話題です。とあるバーに行ってまいりました、ロイヤルオークホテルにありますバー、ジ・オークです。そしてその後2つ目は奈良 TV からです。和食とイタリアン一緒に楽しめるというちょっと変わったお店、やわら屋、こちらをご紹介したいと思います。それではそれでは最初のリポートにフォーカスイン。さてまずはびわ系 TV からご紹介してまいりましょう。リポータージョーが行ってきてくれました。ジョーって誰ですか？ジョーバさん、ジョーバさんでしょ。本当にオレオレオレって、それ J リーグですから。本当にびっくりしました。ジョーが行ってきてくれたのは、ロイヤルオークホテルにありますバー、ジ・オークです。こちらではですね、ワールドカップが行われているということなんですが、ワールドカップはワールドカップでもカクテルのワールドカップなんです。ワールドカップ出場国をイメージしたカクテルを作ってるということなんですね。本当に色とりどりの数々の、カクテル、すっごく綺麗でしたね。ああいうのってね、見てるだけで楽しいですし、女性はああいうのが出てきただけでコロッといっちゃうかもしれませんね。本当に見てるだけで楽しいんですけど、それを作ってる様子もやっぱり見てて楽しいですよね。層ができていく様子とか、シェイクしてる様子、すっごくかっこよかったです。お味の方も気になりますね。で、このワールドカップは人気があったカクテルが優勝になるそうなんですが、結果はどうなんでしょうか。このイベントはですね、ワールドカップが終了というか、決勝戦が行われます7月の11日まで行われるそうですので、皆さんぜひぜひ行ってみてくださいね。そして、全然関係ないツッコミをしていいでしょうか。乗馬さん、大変分かりにくいモノマネは入れないでいただけますか。どう突っ込んだらいいかも分かんなくなりますからね。はい、これからも、ジョーの活躍に期待したいと思います。ワールドカップのカクテル、皆さんこれからワールドカップとカクテルを一緒にお楽しみになってください。びわ系 TV からお届けしました。さあ続いては奈良 TV からです。宮本彩菜ちゃんが行ってきてくれました。やわら屋というお店です。やわらは柔道の柔、柔らかいの柔で、やわら屋なんですけれども、こちらのお店、名前だけ聞くと和食のお店っぽいですよね。実は和食もなんですが、イタリアンも一緒に楽しむことができるというちょっと変わったお店なんですよね。で、こちらでは、奈良県の地鶏、大和肉鶏であったり、大和牛であったり、奈良ならではの食材を楽しむことができるんだそうです。で、それだけじゃなくて、奈良県では初となりますお味、生きている海苔、もうすごく珍しいものなんだそうなんですが、これを味わうことができるそうなんですよね。どんな味なのか、生きている海苔って一体何なのか、すごい気になるところなんですが、そちら皆さんぜひお店でご覧になってみてください。そして味わってみてください。もうなんといってもこの動画のある見どころはですね、店長さん、ご兄弟でやられてるそうなんですけども、そのノリが、おしゃべりのノリがもう芸人さん見てあげて、聞いててもう面白くて面白くて、かなりね、キャラクターが濃い人みたいですので、皆さんぜひ店長さんにも会いに行ってみてください。奈良 TV からやわら屋お届けしました。さてということで、今回のフォーカスザリポートいかがでしたでしょうか。今回はですね、飲み物であったり食べ物であったり、なんだかちょっと美味しそうなコーナーになりましたけれども、この後のエンディングでも美味しい飲み物をご紹介したいと思います。フォーカスザリポートでした。